皆さんこんにちは、もっちゃんです。今回もよろしくお願いいたします。さあ今回の激辛はこちらです。塩化無双暴君ハバネロ旨辛焼きそばということで、今回ねこちらをいただきたいと思います。でこれね、あの暴君ハバネロっていうスナック菓子がありますね。あの辛いやつ、あのリングになったやつだったかな。まあ実際に食べたことないからわかんないんですけど、あれをね砕いてまぶしたらさらに絶叫じゃって書かれてるんですけどね、残念ながらこれには入ってないということですね。で、私自身も買っておりませんので、今回はこのままノーマルでいただきたいと思います。でここにねやっぱね小さなお子様注意してくださいみたいなことをね書いてます。でも、また私これだいぶ舐めてかかってます。うん、今までのに比べたらね多分ね大したことないんじゃないかなって思ってますので、うん、まあサクッとねいただきたいと思います。では早速開けてみましょう。まあこれもね普通の焼きそばでしょう、おそらく。ちょっと開けにくいなこれ。よいしょ、はい。まあ今のところごく普通か。ここから開ける。おっ、あ、普通とか言っちゃったけど、はい。じゃあまず中身ですが、まず特製なスパイス様邪魔しまん。そしてはいこちら超美な油様邪魔しまん。あれこれ結構多いぞ。はい、そしてこちら特製粉末なソース様、もう一個入ってます。はい、こちら後乗せ火薬様というわけで、この4袋が入ってますね。そしてなんとこちら麺が赤い邪魔しまんちょっとごめんなさい、ちょっとごめんなさい。はい、麺が赤いんです。映るかな、ちょっと映りにくい。これねなんか入練り込まれてる、もしかしてこれ自体にハバネロが。ちょっと映像ではね分かりにくいかもしれませんが、麺が赤いです。はい、辛いのかな。まあいいや、お湯入れましょう。これね火薬が後乗せなので最近に入れるものが何もないですね。なのでもうただお湯だけ入れます。なんか邪魔しまんが今日ね最初から来るんですよね。邪魔しまんがねこうやって来るときって意外と辛いことが多いんですよね。もしかしてこれ辛いのかな本当に。よし、はい、3分経ちました。湯切りをしていきましょう。はい、湯切り OK です。開けてみましょう。あーやっぱり赤いぞ。なんかねチキンライスみたいな、そんな感じのケチャップみたいな感じの赤さ。なんか辛そうではない気がしますね。はい、よし、じゃあどれから入れるのかな。粉末ソースかな。粉末ソースをまず入れましょう。よし、普通です。赤くない、ほら見える、うん、見にくいね。あーでもねこれね多分あの暴君ハバネロあのスナック菓子のやつ、あれが多分ねこんな匂いがするんでしょうね。もろにスナック菓子の匂いがします。うん、まあこれはこれでねちょっとね美味しそうな食欲そそられる匂いです。うん、でもこれねほんとなんていうかな、山椒みたいな感じの色ですね。で、そうだな、先に混ぜるか。うん、さあどうでしょうね。もう今のこの時点ではねはっきり言って辛そうじゃない。色もまあ色は確かに赤いけど、匂いがねもう完全にスナック、ただのスナック菓子ですからね。もうほんと辛そうな匂いは全くない。あでもね混ぜるとちょっと色というか匂いが変わってきましたね。スナック菓子の感じではなくなってきた。でもどうなのかな、見て色こんな感じ。映像では普通の焼きそばみたいな感じの色、実際はほんとチキンライスみたいな色です匂いがやっぱ変わったな。
うん、まあこんなもんでいいのかな。なんかちょっと固まってそうな気もするけど、まあいいや、後でもう一回混ぜましょう。はい、じゃあこの特製なスパイス様、お好みで入れてください。お好みで入れてくださいって書いてある。噛んじゃった。あ、これはやっぱ赤いですね。これはやっぱ赤い。あー、ちょっと暗い。うん、あ、辛い、辛い、あ、辛い、辛いじゃん。赤い、赤い、これ。なんか今日、なんか色がカミカミだな。まあ、いいでしょう。これはね、赤いですね。これが辛いのかな。だから、あー、そっか、じゃあ、このね、ソースだけで食べたら、もしかしたら全然そんな辛い感じじゃないのかな。まあ、ほんと、匂いは全然、うん、これでもやっぱ辛そうではないですね。大丈夫かこれ。お子様にはなんか注意してくださいみたいな感じのことを注意書き書かれてたけど。はーい、じゃあまあ綺麗に混ざってないけど後で混ぜましょう。先にこっちかな。調味油よく絞り出してくださいって書いてあります。これは赤いのかどうだ。おお、赤い。あー、でもね、うん、まあラー油みたいな感じですね。ラー油みたいな感じ。さあこれでちょっと混ざりが良くなるかな。でこれを全部混ぜて後のせかやく。これ食べる直前に入れてくださいって書いてあるので、うん、まあ全然匂いもそんなに辛そうじゃない、相変わらず。まあやっぱさすがにちょっとね、あの粉末ソースだけの時から比べたらやっぱりちょっと匂い変わったけど、それでも全く辛そうな匂いではない。うん、見た目はちょっと辛そうな感じにはなりました。うん、さあじゃあそのせかやく行きましょう。あ、これちょっと開きにくい。りゃあ、なんだこれ。なんだこれ、なんか白い。はい、こんな感じになりました。後のせかやくがね、この真ん中の白いやつです。なんかね、見ただけじゃなんかさっぱりわかりません。でもね、こんな感じ。まあちょっとね、赤いちゃ赤いんですけど、匂いも本当スナック菓子がなんかちょっと変わったぐらいな感じで、まあスナック菓子な感じです。やっぱり結局語彙力なくてすいません。では暴君ハバネロ旨辛焼きそばいただきます。さあどうなんでしょう。そもそもこれ何なんでしょうね。ん？これあれだ、赤ちゃんが食べるあの甘い、あの輪っかのなんかせんべいみたいなやつ。まあ違うかもしれないけど、あのそんな感じの味。赤ちゃんが食べるあの甘いやつ。ではじゃあこちらいただきまーす。うん、なるほど。うん、あのね、ちょっと辛いです。あ、飲み込んだらやっぱ辛さがそこそこくる。うん、これね、すすれないかもです。うん、これね、口の中に入れて結構すぐ辛さが出てきます。うん、ハバネロなのかな、唐辛子系の辛さが出てきます。これ後から追いかけてくるんじゃなくて、口に入れて噛んだらもう出てきます。でもね、その辛さはね、そんなに言うほど大したことはない。あー辛いなーくらいです。で飲み込んだら今度喉から辛さが来ます。それがね、なんかそこそこの辛さありますね。今一口食べただけですけど、ちょっとね、唇がね、まあ、ヒリヒリまではないけど、なんかあの、カッカしてる感じというか、そういった感じがありますね。うん。
これはまあ最初からちょっとだいぶ舐めてたのもあるけど、予想以上に辛かった。うん、まあ過去形になっちゃってるね。うん、暴君ハバネロをお菓子の方ね砕いて入れたいですね。うん、辛さのレベルで言うと、この間食べたペヤングの社員さんが一番美味しいと思う辛さに仕上げました。全然あれより辛くないです。うん、多分ペヤングの普通の激辛赤いやつ、あれまでもないかもしれないね。まあ、あれがちょっと正直どのくらいだとか覚えてないけど、ノーマルではね。で、味。まあ、これは好みが分かれるかと思います。私は、まあ、話のネタに食べましたっていうところですね。うん。これはまあ、好みが分かれるかと思います。うん。で、まあ、そこそこ辛いんですが、痛い系の辛さですね、これ。痛い系。まあ、実際は痛くないんですけど、なんかね、辛いというより、刺してくる感じ。うん。そんな系統の辛さですね。まあ、ハバネロがそういう感じなのかな。でも、なんかそういう感じのね、苦味みたいなのは一切感じませんね。うん。よし、じゃあ、こんな感じで残り全部一気にいただきまーす。はい、無事に完食いたしました。はい、というわけで暴君ハバネロ旨辛焼きそば無事に完食いたしました。はい、こちらね、食べて最初の方ではね、まあそんなに辛くないよみたいな感じのお話をしました。食べ進めていくとね、これがね、辛いわけじゃないんですけど、体がかなり温まる。まあ今日ね、ちょっと気温が高くて、まあヒートテックだけなんですけど、ちょっと汗かいてきてます。うん、汗ばんでるっていうよりね、もう流れそうなぐらい汗かいてます。でもね、そんなめちゃくちゃ辛いわけではないです。辛いというよりちょっと痛い系で、口の周りはね、やっぱちょっとヒリヒリしてきてますね今ね。うん、でもね、不思議とね、そんながっつりは辛くない。まあでもこの辛さの感じ、この辛いというより痛いっていう感じがね、まあダメな方はね、ちょっと厳しいかもしれない。だから子供はね、これはちょっと食べれないでしょうね。なので、まあ、本当にダメな方はね、ちょっとやめた方がいいかもしれない。味は、うん、まあぜひ食べてみてください。はい。まあ私の好みで言うと、まあ一回食べたからもういいかなっていうところ。うん。でも、まあ、実際ね、その暴君ハバネロのスナック菓子の方ね、あれをかけて食べてみたいっていう気はあります、正直。辛さがどのぐらいいますのか。まあ、あれ自体ちょっと食べたことないからね、わかんないんですけど。うん、まあ、でもね、今回、まあ、舐めてかかってましたけど、ちょっと予想よりは辛かったぐらいですね。辛いというより痛かったということで、今回暴君ハバネロ完食ということで終わりたいと思います。今回もありがとうございました。それではまた、バイバーイ。世界は喜びが